はい、どうもタンタンです。今日はこちらちょっと珍しいですね、コウウクレレ、こちらのねユーズド品、かなり綺麗なコンディションのユーズド品入荷してまいりました。こちらがコンサートロングネックになるのかな、 CBDK の LN というモデルですね。こうベルシェイプのコンサートでちょっとスケール長めの一本ですね。ハワイアンコアも非常に綺麗なカーリーの出たコアに、同じくハワイアンコアのカーリーコアのピックガードが付けられたモデルで、ボディも全体もね非常にこんな感じの綺麗な一本でございますと。でピックアップが後から搭載されてますね、LR バックスの 5O、 ここにボリュームついてまして、はい、が搭載されており、ストラップピンもここに追加されています。このコウウクレレというまあブランドなんですけれども、うちの方でも通常取り扱いしております古林さん、古林さんのウクレレ、あれがまあブランド違いではありますが、作っているこのコウウクレレも実際に作られているのは古林さんとなっておりまして、まあかなり似たような作りの面でもね似たようなところもあるんですけれども、古林ブランドの方はもうちょっとなんていうかな、いかにも昔からあの古林さんがやってたギターの制作の方のねノウハウを結構活かした感じになってるんですけども、こっちはより音色の面もウクレレ色が強いのかなといった印象ですね。すごくこうコロコロっとした感じの鳴り方なんですけれども、非常にボリューム感もあるし、音の迫力もねしっかりと残ってる、そんな印象ですね。作りも結構このコウウクレレも独特のところありまして、まあ R 指板になってたりとか、あとボディのねトップ、ここですね、これもね緩やかにこうアーチになるように作られてたりとか、こう響きなんかもより考えられた、そんな一本かな。ただデザインはすごくクラシカルですよね。ロープのバインディングに、まあ、ロゼッタのところだけ貝が入ってると。で、スロッテッドヘッドで、ここの真ん中もね、これはヘリングボーンパターンかな。うん、こんな感じで入れられてたりとか。結構いろんなところに入ってるデザイン、雰囲気っていうのはクラシカルな雰囲気かなと。で、その中に置いて、このベルシェイプっていうのがね、また独特の形になっておりますので、この辺りもこう音色にもかなりこのコウウクレレのね特徴的な音色の一因になっている部分なのかなと思います。うん、このちょっと長めのコンサートよりも少しだけ長めのスケールなんですよね。それもあって音の張り、ツヤ、かなり普通のコンサートなんかよりも非常にこう抜けが良いというかな、こう腰がしっかりとした一個一個の音色の音圧というかな、それがすごく感じられる、そんな一本かなと思います。
コンディションもね非常に綺麗ですね。ピックアップつけてますけど、後付けでねつけてますけども、そんなにガシガシ引いてたっていう感じではなさそうなコンディションでございます。はい、ということでこちらコウクレレですね、古林さん作っております。コウウクレレの、こちらが CBDK の LN というモデルでございます。はい、非常に綺麗なコアを使った1本、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。